はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤裕介です。本日は月曜日、気まぐれアナちゃんの時間。今日は全盲の私穴澤による自撮りでございます。はい、私穴澤の自撮り動画ですからね。はい、映像の責任はあまり持てません。大丈夫ですか？顔半分になってたりとかしないですか？はい。なぜ自撮りで今日お届けするかというと、急にお知らせをしなければならないことができてしまったんですよ。すいません、最近なんか告知動画がね、重なってしまって、なんか宣伝ばっかりみたいで本当申し訳ないんですけど、いろんなことが同時進行で行われているものですからね、ちょっと恐縮ですが、でもちょっと急ぎ、今日はお伝えしなければならないことがございますので、はい、このように自撮りでお届けいたします。まあ、5月30日から、永田陽介監督の私、穴澤裕介のドキュメンタリー映画、光を見つけるバイオリニスト穴澤裕介からのメッセージという映画、公開になりますけれども、その映画の公開に合わせて、本を出版することになりました。本を出版することになりましたというのは、このチャンネルでもお伝えしていたと思うんですけれどもね。はい。で、その本の出版が、当初は5月10日予定日だったんですが、なんと、前倒しになりまして、こんなことあるんですかね。普通こういうのって、遅れることはあっても、あまり前倒しになるって聞いたことがないんですけれども、実は4月25日出版になりました。はい。大幅に前倒しになったので、これは急いで自撮りでお伝えしなければということでね、このように、撮影をしております。本のタイトルも、映画と同じでございます。光を見つけるバイオリニスト穴澤裕介からのメッセージ。なので、まあ映画でお話ししていることとも重なりますし、まあ私2014年にもですね、角川さんの方から見えなくなったら希望が見えたという本を出版してまして、まあその本と重なる部分も若干あります。でも以前の本とも、また映画ともですね、違うお話もいっぱい載っています。ですので、ぜひぜひ本の方もお読みいただけたら嬉しいなと思うわけでございます。で、まあ、そうですね、今回の本は大きく分けて2つのことを書いています。まあ、1つは、まあ、私の、まあ、過去の体験から、まあ、マイナス面、まあ、コンプレックスだったり、劣等感だったり、そういうものをどのようにこうプラスに変えたか、ね。まあ、これは講演でもよくお話ししていることですし、前著でもね、書いていることなんですが、ただ、もう前の本からもう10年近く経っているわけで、最近の講演の内容もだいぶ変わってきてますからね。はい。また違う切り口で、お話ししているわけです。お話というか、はい、執筆しているわけです。まあ、うさぎと亀の競争に芋虫が勝つ7つの方法なんていうのがね、載ってたりとか、はい。まあ、これはもう比較的最近の講演で、取り上げる話題ですよね。うん。まあそんなのがあったりとか、まあそうですね、まあだいぶ切り口を変えて書いていますよね、前とはね。はい。そして、大幅に違うのは本の後半の方でして、まあ前著では継続力をどのようにね、伸ばしていくかみたいなことが後半では書いてあったと思うんですけれども、今回は継続力ではなく、まあ、チャレンジ力といいますかね、どうやっていろんなことをチャレンジできる人間になったのかということを書いています。
で、かなり最近の話題にもうフォーカスしています。というのがね、もう原稿を、最終的な原稿を書き上げたのが今年の2月いっぱいとかなんですよ。だから、え、こんな最近のことまで書いてあるのっていうぐらい最近のことまで書いてあります。マラソンのお話も出てくるんですけど、マラソンはね、あの1回目のフルマラソンチャレンジが2018年でしたけど、2回目のフルマラソンチャレンジ2022年11月のことも書いてありますしね、うん、まあ、あとはこの YouTube のことも書いてありますよ、ね、で、まあ、あとは2017年に私一人でね、フランスへ単独で演奏のツアーに出かけたんですけど、そういうことになった経緯とか、なぜそういうことができるようになったのかとか、そういうことなんかも惜しみなく書いています。まあ、今回はパルス出版さんというところからの出版になりまして、税込み1650円かな、うん、はい、もうすでにね、Amazon さんで予約の方始まっていますので、この説明欄の方にその Amazon さんの予約の URL も貼っておきますね。それから4月25日以降の、私のライブ会場、ほとんどのライブ会場でも、販売するつもりでおりますので、ぜひライブ会場でも、まあ、それから5月30日以降ですね、映画の上映会場でも販売することになってますので、ぜひぜひ皆さんお読みいただけたら嬉しいです。ということで、今日は私穴沢の2冊目の本のお話でした。いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。穴ちゃんでした。